いいいい、トーマ、これからはちゃんと何かあったら話すんだよ。はい、はい、それはもう分かったなら今日のところは許してあげるんだよ。はは、ありがとうございます。やっと終わったか。せっかく会いに来たっていうのに、ずいぶん長いこと放置してくれるじゃないか。ま、お説教も終わったみたいですし、ゆっくり遊びましょう。何して遊びます？そうだな、せっかく海に来たんだ、ここは日本名物スイカ割りなんてどうだ？日本名物ってここ日本じゃないだろう。それについては問題ない。このビーチは今学園都市の貸し切り状態だ。つまり一時的にここは学園都市の直轄、そして学園都市は日本にある。ならここは一時的に日本だと言っても差し支えはなかろう。差し支えありすぎだろ。さすがに理論がめちゃくちゃだ。もしかしてこいつ実は結構日本文化が好きなのか。こたつとかも気に入ってたみたいだったし。細かいことはいいんだよ。とにかくスイカ割りをやるぞ。お前らもそれでいいよな。ええ、もちろん構いませんよ。スイカ割りでもなんでもバッチコイです。そして華麗な活躍で上条トーマをメロメロに。私はスイカ割りには反対なんだよ。なあ、どうしてですか？楽しそうじゃないですか、スイカ割り。スイカは食べ物なんだよ。それを遊びのために割っちゃうなんてもったいないんだよ。それなら大丈夫ですよ、割った後もちゃんと食べますから。でも棒で叩いたらいろいろ飛び散っちゃうんだよ。それならちゃんと切って食べた方がいいんだよ。うえー、ただでさえ私はロシアの第三次世界大戦以降出番が少ないんですよ。せっかく見せ場ができそうなチャンスなんですから、その機会を奪わないでくださいよ。変な逆ギレされたんだよ。そんなこと言われても。お願いですから反対しないでください。今回こそ活躍して上条トーマをメロメロにするんですから。そんな理由でスイカを割るの？そんなの絶対許さないんだよ。いいえ、絶対スイカ割りはやらせてもらいますからね。何やら揉めてるようだが、まあ多数決なら2対1だ。やってもいいだろう。それじゃあ小僧、早速準備をしろ。別にやるのはいいんだけど、スイカなんて持ってないぞ。準備しろって言われてもな。それなら安心しろ、あっちの売店で玉のまま売っていた。マジでか。ということでお前買ってこい。カードはこれでいいだろ。スイカを買うためにブラックカード？お前って本当贅沢なやつだよな。景気がいいのはいいことだからな。そうだ、どうせならたくさん買ってくるといい。遊ぶための道具はいくつあってもいいからな。そうだな、一人二玉、いや一人十玉くらい買ってくるといい。そんなに持ちきれねえよ。そもそも一人十玉ってどれだけ遊ぶ気だよ。それにたくさん買ってこいって言われても割った後で食べるんだろ。食べきれるのか？それなら問題ないだろ。あの暴食シスターが大半は何とかしてくれるはずだ。それでも余るようならお前の知り合いにでも分けてくればいい。ここに来る途中茶髪の電気娘とかも見かけたしな。他にもお前の知り合い何人か来てるんだろ。どうだろうな、学校のやつらは来てると思うけど。学園都市主催の記念旅行なのに学友に一人も会ってないのか。お前ちゃんと学校に友達いるんだろうな。いるに決まってるだろ。青髪ピアスとか土味方とか。ま、あれだけ女にフラグを立てるようなやつだ。それだけのコミュ力があれば学校でぼっちなわけないか。フラグって何言ってんだ。貴様、あれで無自覚なのだから立ちが悪い。まあいい。それより知人といえばお前、白い髪のとアホ面の奴らは見たか？アクセラレータとハマズラのことか？そういや見てないな。
あいつらにも一応挨拶をしておこうかと思ったが、見つからなくてな。そうなのか。あいつら、今頃どこで何してんだろうな。